はい、おはようございます。森本です。今日はですね、バモスですね、ホンダのバモスのですね、ブロアファンの点検をしていきたいと思います。ブロアファンというのはエアコンとかのスイッチを押すときの送風のファンですね。送風のファンなんですけども、そのファンがですね、スイッチ入れるとなんかビビリ音みたいなちょっと音がするっていうんで、ちょっと今回はそちらの方を点検していきたいと思うので、よろしくお願いします。そしたら現象を確認してみます。これですね、ファンのスイッチを入れてみます。ちょっとね、動画では分かりにくいんですけども、結構ね、変な音がしてます。なんかね、バタ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 っていう音がしてます。ちょっとブロアファンに近づいて、ちょっとその音の様子を見てみましょう。そしたらね、ブロアモーターの位置を確認していきます。これ運転席ですね。運転席の足元を潜っていくと、ここですね。この、見えているこの丸い部分、この丸い部品、これがブロアモーターになります。じゃあね、このブロアモーターの音をね、ちょっと確認していきたいと思います。はい、でブロアモーターからかなりの音がしてますので、ブロアモーター交換というふうにね、修理を進めていきたいと思います。でブロアモーターの取り外し方法は、まずこのカプラですね、カプラを取り外して、でね、今ね、ちょっと絵では外れてますけども、ここにボルトがつきます。この穴に、でこの穴にボルトが3箇所あるんですけども、ここと下回って、これですね、この3箇所のボルトが、3箇所ボルト止めされています。で、とりあえずまずはこのカプラを外していきます。でボルトを取り終わったらですね、この、四角く出ている突起、この突起の部分をこう持ち上げて、手前に持ち上げて右に回します。はい、でこうするとね、ブロアモーター取り外せるんですけども、ここにあるね、四角いボックスが邪魔なんで、これも取り外しておきます。でこれはナット2本で止まってますんで、簡単に外せますね。はい、これでブロアモーターを取り外すことができます。これあと引き抜くだけですね。はい、部品の方来ました。これですね。はい。社外品ですね。社外品が来ました。まあ、社外品ってことはね、やっぱり不具合多いんでしょうね。わざわざ社外品があるぐらいですんで。はい。ってことでね、とりあえず、こいつつけていきますね。特に仕様の変更はないかな。特に見た感じは一緒ですね。はい。じゃあ、つけていきます。今回作業する場所が狭いんで、こういうね、何ですかね、ここの先にビットをつけることができて、で、こういうね、小さいラチェット。よいしょ。こういう感じでね、小さいラチェットにするね、こういう工具があるんですよ。で、今回はね、このね、工具を使って取り付けていきます。で、もうね、ちょっとね、場所が狭すぎてね、撮影できないんで、ちょっとね、撮影はちょっと省略しますね。はい、今回の動画は以上になります。バモスのブロアファンはですね、社外品も出ててですね、結構ね、不具合が多いんですよ。まあ、ということでね、バモスもし乗っている方はですね、エアコンとかヒーター入れた時にですね、なんかね、変な音がするなと思ったら、もしかしたらブロアファンが、傷んでる可能性もありますね。はい、今回はそれを参考にしてみてください。はい、この動画がいいと思ったら高評価と、またチャンネル登録もよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。